おはようございます。いい音楽だ、朝からいいね。ん、手紙が来てる。なくし物見つけたよ、ありがとう。やった、石炭の方が良かったよね、絶対。よし、お水を、あ、違う、ここは必要ないんだ。よし、おナス。ここの列はいるんだよね、水やりが。よし、じゃあ、よし、 OK。 またゴミがゴミが引っかかってるよ。よし、おはよう。よし、黙々と水やりをしてしまう。よし、じゃあグランベリー、お店に直接売りに行こっかな。それで今日その牛小屋とか建てられるかもしれない。よし、あ、ここいらないね。やっぱスプリンクラーの近くには植えない方が良かったね。おはよう、おはよう。半蔵くん、半蔵はとても幸せそう、よかった。パン、え、藁持ってないかな、もう。よし、一応仕掛けとこう。で、流木はリサイクルで、りんちゃんもおはよう。キノコも見てきましょうね。ポンポン、なんかこのシリーズあっという間にパート100超えそうで、すごい、なんかそんなつもりはないのに、そんな感じもしないのに、すごい勢いでどん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 パート数が増えてって、ちょっと怖いです。このゲームが好きじゃない人が登録してたら間違いなく登録をやめてしまうかもしれない。しばらくこのゲームしかしなかったら、ちょっと他のゲームもしながらとか考えたりしてるんだけど。よし、掲示板、何？悪い鬼2匹700ゴールド、 OK。 多分深いところにいるやつだよね、前回苦戦したようなやつだよね。あ、今日はマーニーの誕生日だ。マーニー牧場の人？マーニーの誕生日か。何が好きかな、マーニーは。おはよう、おはよう。売りに来たよ、今日は。ここで売った方が安かったりとかするのかな。よし、クランベリーも売って。よし、OK。ただ売る対象だけがライトアップされて、かなり見えやすいですね。よし、アマニエの贈り物をちょっと、あの農作物の中から決めたかったから、まあいっか。このアビゲールとのその扱いの違いにすごい人間味を感じる。おはよう。牧場施設、牧場施設だっけ。そうだね。で、家畜小屋6000足りるね。で、石も戻ってきたし、木材もあるからお願いしよう。小動物、小こ、うん、じゃあ動物小屋用の動物を4頭飼える。これは鳥しか飼えなくて、こっちは何が飼えるんだろうね。牛とか飼えるのかな、なんかわからないけど。あ、馬小屋いいよね。出荷箱も作れるんだ。じゃあ家畜小屋を作ります。ちょっと待ってよ、岩、あ、ちゃんと、あ、過去の自分グッジョブって感じで。
この辺がいいかな。ここだとなんか木を倒しちゃえばいいか。 OK、 やった、すごいね。 OK、 明日一番で新しい家畜小屋を建て始めるね。ありがとう、どうも。じゃあ炭鉱に行こうかな。頼まれたやつを倒してこよう。シュッ。 HP には気をつけないとね。よし、チン。80階まで行ったんだ。地下100階とかが、お、来るぞ、いっぱい。あ、次に行ける。100階が一番深いのかもね。コウモリ、赤いコウモリ、かなりダメージは与えれてるね。ここは次に行けるけど、まず金を取ってから次に行こう。いいね、いいね。トントントン、この子かな。やばい、必ず食らってしまうんだな。どう戦えばいいんだろう。で、あ、タイガートラウドを捕まえるやつ受けてた。スキッドキッド、スキッドキッドってなんだ。ちょっと釣りは明日以降にしようかな。悪鬼、スキッドキッド、やばい、食らうんだよね、かなり。 HP 気にかけながら1/3、いや、もっと残していいな。どうしよう、どれくらいで。あー、やばい、この子はスキッドキッドじゃないもんね。できるだけ早く、余裕を持って早くから洞窟を出るようにしよう。コウモリくんはちょっと強いけど動きが一緒だから。あのひるまない子がちょっと厄介だね。ちょっと座り直そう。よいしょ、よし、次の回へゴー。うん、あの子かな。スキッドキッドってくらいだから、スキッドキッド、あ、こういう時の図鑑じゃないか。モンスター図鑑とかあるのかな。ないね。ちょっとググってみてもいいですか。一瞬だけググってみようね。スキッドキッド、あー、まだ出会ったことなかったやつかもしれない。 OK、 ちょっとスライム相手にするの怖いな。しかも3匹もいる。次行こう、次。ちょっと恐ろしいので。いた、もうこの人嫌いだ。あー、そろそろ出ない方、出た方がいいかな。ダイヤモンド出た方がいいかな。いやー、スキッドキッドに会いたい。あちん、回復があればね。あー、ちょっとこれはもう帰った方がいいね。ここちょっとなんか安全そうだから、チラッと見て大丈夫そうだね。よし、85階。いやー、大変大変だった。あ、早い時間に洞窟出るのは久々だから、どうしよう。ちょっとお店見てみようかな。ダイヤモンドとか手に入れたよ。タタンタタン、品揃えは変わりないね。防御とかあげたいけど、
ツルハシも強くしたいね。ツルハシを強くしないと次に行けなさそう。ライナス、行くよか。トウモロコシが旬だったかな。そうだね、トウモロコシがよく取れてた。今回はトウモロコシ植えてないけどね。さあ、もう今日できることはなくなってしまったわけだが、スタミナを回復させるために料理とか食べてこようかな。それでトラウドを釣るか。そうしよう。料理200ゴールドぐらいで足りるかな。よいしょ、よいしょ。こっちだね。よし。こんにちは。スパゲッティ食べれば、何回か釣りはできそうだね。何が一番効率いいかな。サラダが効率良さそう。スパゲッティよりサラダの方がエナジー回復するってどういうこと？レシピだね。巻き寿司。お、すごい。でもサラダにしようと。いただきます。サラダ、はい。やむ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 。いやー、すごい。エナジー113、体力50。これでトラウドを釣ろう。で、餌を、よし、1個しかないけど、波紋になってるところがあればいいな。ちょっとさらっと見ていこうか。なさそうだね。なさそうなので、ここで釣りまーす。ぷちょん。よし、ヒット。トラウドはちょっと難しかった気がするんだよね。あ、いいぞ、そこで。告知バス。あら、もうちょっとで宝物が取れてたね。餌がないとかかる時間が長くなる感じか。釣れることは釣れるんだね。告知バスばっかりだ。ここは告知バスしか釣れないところ。あ、これトラウド。これはトラウドだね。これはトラウドだ。戦してる。あ、いいね、タイガートラウド。5匹だっけ。あ、違う。投げる前に見ないとね。へえ。ブリーム、10匹だ。これ毎日やらないと間に合わないかもね、このペースだと。何時に釣れやすいとかあるのかな。いや、クリックしてしまった。このクリック離したら。OK。離すまでは判定じゃないんだな。よし。これで魚の餌が入ってたらいいな。これがトラウド。やったー、一個だけどね。新記録のタイガートラウドだね。今まで新記録でも売ってしまっていたけど、水槽に水槽とかに入れてた方がいいんだろうか。ただ質は同じなんだね。よし、いいぞー。
告知バス。あ、連れてくれ。餌用意しようかな。餌を使った釣りは明日にしようかね。明日スタミナがマックスだと願いながら。よし、これは告知バス。あ、ブリームだったタイガートラウドはこういう変な動きをするから、こういう動きをするからね。ふふ。夜も音楽があったらいいのに。あ、プラスチック。よし、流木ゴミばっかりになってきたね。さあ、これはブリームかな。宝物を取るんだい。よし、告知バスだった。餌、ん？あ、フローズンジオード。よし、フローズンジオードも割らないとな。よし、おー、取る。よし。まったりした魚でよかったな。オッケー。ブリーム。そして、翡翠。あと1回かな。釣れる回数は。チリン。あ、パーフェクトになっちゃった。これはタオラウド。告知バス12。あと2回ぐらい。あ、ラストにしよっか。これがラストで、くれぐれもゴミだけは頼ます。ゴミでした。はい。これ釣ったものって捕まえる。だから売っても大丈夫なんだね。売ってしまおうかね。うん。200ゴールド分はしっかり稼げたと思うよ。いや、明かりがついてるっていいね。夜でも明るい牧場、いいね。よし、トラウド、告知バス、オッケー。翡翠とか入れてこようか。よいしょ、ポン。よいしょ、ポン。よいしょ、ポン。リンちゃんが、リンちゃん、ポン、ポン。これで、魚の餌を作るよ。20個ぐらいね。入れて、で、ダイヤモンドが、あー、違う。剣にして。この操作がちょっとね、難しいね。マグマジオード、フローズンジオード。ゴミはリサイクルで、ミックスシードをちょっと植えてこようか。ここら辺に植えたいな。体力あるかな。OK。いいね。
よし、それではおやすみ。はい。あ、農業。醸造樽オイルメーカー。ぐんぐん伸びるデラックス。肥料だね。釣り竿スキルプラス1。コルクの浮き。お宝キャッチャー。へえ、聞き覚えのないものばっかりだ。やったー。